さて田原さん、はい、サンデープロジェクトがいよいよ終わってしまいました、うん、21年間ということなんですが、はい、本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございます。で、リスナーの方もやはりそのことのについてのメールが多かったので、はい、今日はメールから、はいはい、読ませていただきま す。ラジオネーム人生の半分以上はサンプロと浅沼見ていますさん、兵庫県にお住まいの男性の方です。サンデープロジェクト21年間にわたりお疲れ様でした。番組中に湾岸戦争の地上戦が始まったり、 YKK が出演して海部内閣打倒を宣言したり、先駆けと日本新党に自民か非自民かどちらにつくか迫る、また橋本総理に消費税のことを突っ込む、小渕総理から番組中に電話がかかってくるなど、時には番組が時代を動かしました。最終回も韓加盟の優勢論争に火がつき、その日からメディアでお騒ぎになりました。まさにサンデープロジェクト21年間の最終回にふさわしかったと思います。長きにわたり司会じゃなくてディレクター本当にお疲れ様でした。でもう一人読ませていただきます。ラジオネームゆうさん、東京にお住まいの女性の方です。サンデープロジェクト毎週楽しみに見ていました。特に特集のコーナーでは普段考えないようなことを考えさせられたり、欠かさず見ていただけに今回終了と聞いてとても残念です。今後もお体を大切にご活躍をお祈りしております、はい、という本当にありがとうございます。いやいや、どうも本当にありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでしょう田原さん。うん、まあ、終わりましたね。はい、残念です。うん、大変残念だと私も思ってます。まあいつか終わりがあるもんだと思いますが、私もこういう形で終わるとは思っていませんでした。あ、うん、どういう形、ま、意味がわからないっておっしゃってた時もありましたが、うん、まあとにかく終わってくれと局の方から言われて終わることになった、うん、そういうことですね、うん、まあただね、今から思うと、まあその巡航速度60キロのところをね、70キロか80キロで走ったのかな、90キロぐらいじゃないでしょうか。今年になってから100キロ突破しました。そうですね、今年頭に宣言しましたから、はい、決まってからブレーキを一切踏まないと、踏まずに、はい、だからそのせいかもしれません。うん、別にだけどね、警察から交通違反って言われたことはないんだけど、スピード違反って言われたことないんだけど、自主規制かな、自己規制っていうか、局側がハラハラしちゃうのかもしれない。ちょっとスピード出過ぎてんじゃないかと、うん、思ったのかもしれませんね。でも本当に今お便りにもありましたけれども、はい、最終回にふさわしい党首、はい、各党の党首討論と、はい、でしょうか。素晴らしかったですね、うん、本当ある意味こうけんけんがくがくで、これこそ田原さんの番組だなって思いました、うん、党首の皆さんがね、本当に本当はサンデープロジェクトが、党首討論も、つまり全党の党首を出すというんで、実はサンデープロジェクトの前に2つ番組があるんですよね、政治番組が、うん、はい、そこも全部ね、うん、どこの局か言いませんけども、うん、2つありまして、はい、でそこがみんなね、各党党首を出そうと思ったんですよ。ところがね、一人はその自民党の谷垣さんが3票しか出ないと言ってくださった。でまた民主党の菅さんも3票しか出ない、だから他の、ね、局は違うことをやらざるを得なかった。ありがたいと思います。もう最優先にしてくださったということですね。そうですね、はい、それがもう21年間の実績といいますか、まあね、田原さんの手腕というか、どの党の人たちも私を共産党からね信用してくださった。とても私は嘘をつきませんし、それから、ね、欠席裁判というのは一切しません。いないところでは、いないところでは、うちは言いません、はい、だいたいいないところでね批判する番組は多いんです。ほとんどはそうですけどね、私は、その人がいないところでは批判をしません。はい、真っ向から勝負した、うん、ということですね、うん、まあね、あれも素朴な質問をして、その亀井さんにね、郵政の改革で、ゆうちょ銀行ね、これを今まではその預けの上限が1000万だったと、はい、これ2倍にすると2000万2000万になるという、はい、それから官報声明、これも、今までは1300万だったこの上限がね、
これ2500枚にすると2倍にすると、なぜって聞いたのね。でしかもこんなことしたらね、これはもう民業圧迫というかね、だって今銀行や信用金庫に金を預けた時に、その銀行や信用金庫信用組合が倒産した時には1000万までしか保証しない、あのペイオフの額ということですね。ところが、いや事実上このゆうちょ銀行とか官保生命というのは政府が責任を持ってるわけだから、そのつまりゆうちょ銀行は2000万まで保証するわけですね。で当然ながら官保生命も同じと、預ける方にしたらこれは ね、有利ですよね、平等じゃないかと安心、うん、で下手するとこう下手しなくても、つまり弱小のね、あの中小の信用金庫であったり、そういうところのお金がね、やっぱ安全なゆうちょへね、ゆうちょ銀に流れ込みますよ、うん、下手したらね、こういう中小 の信用機関が、ね、金融機関が潰れる可能性もあると、どうするんですかってこう聞いた亀井さんに、うん、金融不安になりますよね、うん、で亀井さんが、いや田原さん全く誤解してると、で、あのマスコミも全く誤解してるって言うんで、ちょっと待って菅さんこれどう思うって聞いたしたら、そういう話全く聞いてないと、聞いてないとなったわけですね。何亀井さん内緒でやったの、そうじゃない、菅さんにちゃんと電話で話してるよと、菅さん聞いてんの、聞いてないと、ね、したら亀井さんが、菅さん耳悪いんじゃないのっておっしゃいました、うん、いろいろなっちゃった、あれが出て、ああいうのが出てくるのがやっぱりサンプロだったじゃないですか、うん、おそらくね、他の番組だったらね、亀井さんと菅さんがね1回か2回やり通すとこでね、まあ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 とこう司会者が押されると思う、で私は司会じゃないですからね、ディレクターですから、これは面白いやと思ったらね、うんうん、やっぱり延々とやるわけですよ、聞いてないのと、そう、あれは本当にあの今の内閣の中のこう不一致というんでしょうか、うん、こうあぶり出されましたよね、うん、あの鳩山さんに会ったんですよ、お、はい、うん、幸男さんの方でいいんですね、もちろんもちろん、あ、はい、うん、で、あの番組大変でしたねという話をしたの、はい、したら、いや大変だったけど結果的には雨降って地固まりになりましたと、あ、地固まったんですか、ね、なるほど、うん、あれで出てきて、だから大騒ぎになって、おとといの晩に、閣僚懇談会やって、うん、そこで対立した、はい、仙石さんとかね、枝野さんとか、でもここで対立してね、そのまま対立のままで、ね、党首討論があると、対立したままで党首討論やったら大変だから、なんとか、これはあの赤松さんっていうね、農水大臣が言った、なんとかここはね総理に一員ということでやってもいいんじゃないかと、こんな大したままでね党首討論になったら大変だと、でね、そのあのテレビであのね、このなんていうかな、内部分裂が分かっちゃったんで、でそこで、ね、あの他の人たちも、じゃあまあ総理一員にしようということで、サンプロでね中のギクシャクというか分裂が見えたんで、慌ててまとめようとなったわけ、うん、あ、日曜日にだからあぶり出されたから、うん、水曜日の党首討論に間に合ったということに、そう、間に合わなきゃ大変だから、じゃ感謝されたんですか、そう、だからね、あの雨降って地固まると、はい、うん、いうことでと鳩山さんがおっしゃった、その他にどんなことを話したんですか、まあ、それはまたね、内緒ですね、はい、じゃあ今度またということで、いろいろ彼を励ましました、うん、こうしろと、あ、しろと、はい、カツを入れてきたって感じでしょうか、まあまあね、はい、分かりました。でその本当に素朴な疑問なんですけども、はい、なぜ亀井さんはあそこまでこうああいうプランを持ってったっていうことなんですか、まあ、それはね、まあここは私の独断と偏見なんだけど、一つはね、今度参議院選挙でしょう、だから亀井さんはあの番組でも言ってましたけど、小沢さんには話してるんですね、僕はどっちかというと小沢さんのアイデアじゃないかと、